そんな目で見ないでよ。これは人工知能の演算結果だし、そこまで気にする必要はないって。ちゃんと食べてるから。訂正します。これは人工知能が監視カメラの映像をもとに再現した実際に起こった事件です。心理学のしくじり効果を利用したまでです。むしろキアナのキャリーカートに入れられた時代の流れに消されつつある健康食品を大きく美化しただけですよ。クラインはもうジャンクフードを売ってくれなくなったし、自分でネットで買って何が悪いの？お菓子を隠すのがどれだけ大変か知らないくせに。それに買ったお菓子はちゃんと食べてるし、ブローニャこそ30分だけ遊んで返金もしてないゲームをどれくらい持ってるか見てみるべきだよ。キアナ、それは論点のすり替えです。ゲーム業界では市場調査はとても大事な一環です。30分以内でプレイヤーを引きつけられないゲームは商業ゲームとして不合格です。ストームで返金を申請しなかったのは未来の再調査のためです。未来って、放置したまま3年間触らないのも未来の一つなんだね。ふん、もうブーさん、メイ先輩、耳を引っ張らないで。キアナちゃん、今日のテストが終わったらキアナちゃんの部屋の片付けを手伝ってあげようと思ってるんだけど、断らないわよね。お姉ちゃん、助けて。キアナったら、藁にもすがるということですか。